足が速くなる飛び出し方。飛び出しで膝下が前に出てしまって重たい着地になっている方におすすめの練習、やってみよう。やり方、腕立て伏せの姿勢から始めていきます。このまま足を上げる下げると、これを繰り返していきましょう。10回ぐらい繰り返していきます。このままスタートの姿勢に移ります。そして覚えた足の上げ方で走っていきましょう。ポイント1、頭から足までまっすぐのラインを維持。ダメなやり方、足を上げるときに背中が丸くなる、注意してください。ポイント2、膝下は前に出さない、これ最も大事です。膝は前に出すんですけど膝下は出さない。ポイント2、この練習では強制的に膝下が前に出ない動きを覚えることができます。まっすぐの姿勢で足の出し方を覚えて、覚えた足の出し方で飛び出してみよう。ブレーキの少ないスーッと進みやすい走りに。